皆様こんにちは、大曽根みそです。今皆さんがご覧いただいているのは私の味噌棚です。私が今までに作ってきた味噌のコレクションです。これだけではなく、さらに下にも味噌。この動画ではこれらの味噌を皆様にご紹介いたします。それでは、それではまず一番最近作ったお味噌をご紹介します。こちらです。こちらのお味噌は以前でも紹介しました。20年の2月上旬ですね。まだこちらのロックダウンが始まる前でした。開けてみましょう。こんな感じです。とってもいい色ですね。匂いも素晴らしい。とってもいい香り、甘い香りがします。お皿に取り出して後で色の比較などしてみたいと思います。まずこちらは去年の2月に仕込んだお味噌です。麹1キロ、大豆1キロ、塩は500でやりました。天地返しは6月7日、塩分は 12.5% ということになってます。さて次のお味噌です。次のお味噌は2019年2月12日、さらに1年前になりますね。こちらも 12.5% の塩、塩はヒマラヤソルトを使っています。麹は普通の白米の麹です。さあどうなってるでしょうか。だいぶ色が濃くなってます。取り出してみますね。こんな感じです。こちらが1年前に仕込んだもの、こっちが2年前に仕込んだものです。随分と色が濃くなってます。さてこちらの味噌です。こちらの味噌はちょっと変わってます。というのも原料なんですけども、大豆は使ってません。大豆の代わりにひよこ豆を使ってます。これですね、ドイツのビオラーデンで買ったラプンツェルのキヒャエアクセン、これを使って作りました。ただこれを作ったのは実はもう3年前なんです。3年前の4月に作りました。ひよこ豆1キロ、それから玄米麹3分付きで 1124g、 それで塩は 453g、 12% で塩ちょっと少ないんですけども、全然問題ないですね。まず開けてみましょう。すごいです。これはなんかいちごジャムのような。それではこちら取り出します。こちらさすが3年味噌となるだけあって、かなり色は濃いですね。あ、でもあんまり変わんないかな。こちらはひよこ豆です。意外とうちの味噌は毎年足しているんで、すぐに美味しくなるんですけど、ひよこ豆だけは
一切今までの味噌足してないんです。ひよこ豆だけで作ってるんで、こっちは歴史が浅い。さあもう一つだけ皆様にお見せしたいお味噌があるんです。というのも実はこちらの味噌なんです。こちらなんと見えますか、こちらなんと2013年ものです。ということは8年味噌。こちらの味噌を開けてみます。開けた瞬間に海苔の佃煮の香りがするんです。これまた不思議ですね。じゃあちょっとこの中のものを取ってみますね。こういった感じです。真っ黒です。これもお皿に出して他のお味噌と比べてみたいと思います。それでは最後になりましたけども、この4つの味噌ちょっと味比べしてみますね。この味噌は見ていただいている皆様に味までお伝えできないのはとっても残念ですけども、代わりに私が、まずはこちらの、一番新しいお味噌ね、2020年去年作ったお店ですね。こちらをちょっと味見してみます。うん、若い味噌ですけども、少し甘みが強くて美味しいです。麹と大豆1対1ぐらいで作るんですけども、結構甘めになりますね。それでは次、こちらの2年味噌。こちらになると味に深みが、味噌好きにはたまらないです。こっちの方がやっぱり、ただね、人によっていろいろとこう好みがあって、だいたいそんなにお味噌にこだわらない人っていうのはこっちの新しい1年味噌ぐらいが一番食べやすいようです。お味噌に食べ慣れてる人なんかは結構こう熟成したね、2年ぐらいで熟成したものなんか結構美味しいと思いますね。うん、それではね、ひよこ豆の前にちょっと最初にこの例の8年味噌、ここまで来るとね、多少酸味はあるんだけども、これね、慣れたらっていうか、こう食べれば食べるほど、こうなんていうのかな、好きになる味。口に含んだ時はこう海苔の佃煮を食べたかなっていうような錯覚を起こすような、そんな味がするんです。もちろん海苔とかそういう出汁なんて一つも入ってません、うちのは。かなっていうか、醤油の方向に向かってるかなという、そんな感じの味がします。これはね、普通の人は食べれないですよね。味噌を作ってる私だけの特権でしょうか。それでは一番最後にこのひよこ豆ちょっとお味噌食べてみます。これはね、口に入る瞬間にこうね、フルーツの香りがわっと広がるんです。これ不思議なんですよね。これはね、これで美味しいんです。ただ意外とこうさっぱりしてます。3年熟成したにもかかわらずさっぱりして、それがひよこ豆のお味噌、そういった感じです。この次はこの味噌を使って、それぞれのお味噌を使ってちょっとお味噌汁を作って味比べしてみたいと思います。それでは次回をお楽しみに。さようなら。